じゃあ分岐条件成立。ミケラッチョ。強引に話を収束させてる。永遠はないよ。はーい。それにしてもこれは変わった飲み物ですね。マザードリンクってやつです。痛い。なして？何事も挑戦することが大事です。数種類あるみたいなこと言ってたんで別々のにしてもらったんですよ。とりあえず一緒に飲んでみましょう。1、2、3。で、飲みますよ。どうぞ。あれ？どうしたんですか？何味でした？肉じゃが。しかもこのドリンク冷たいですよ。ですね。まだ喉がねっとりしてる。さーて、次はどれにしましょうかね。
しました？あれ？しましょう。スーパーバイキングにしましょう。ジャイアントハンマーも捨てがたいですね。だから暗いっていうのは安直な考えだと思うのでありますのでございますよ。そんな常識の殻をぶち破って明るくて怖くないお化け屋敷を作るべきなんでありますでありますさ。
アサミ先輩、火の玉はアサミ先輩。なんかさっきよりも怖くなくなりました。はい、それじゃあいろいろなものに名前をつけてください。血を吸わせて。ふぎゃー。へ、血を吸われる。十字架、ニンニク、大浴、聖水。何があった？どうぞお通りください。騙されるか。え、キャラクティカレクイエム。
望める兵、戦う者、皆陣つられて前にあり。オンキリコンカウンパッタ、オンキリコンカウンパッタ。私もついにサバンナに帰る時か。申し訳ないです。お金は私が責任を持って。でも本当ですか？何かあったら請求書は私に。そういえばヒロ先輩、去年プレゼントくれませんでしたよね。それじゃ今年はあげるんで、私にもくださいね。ブランド物の財布なんていりませんよ。何か考え事？人は誰しも二面性を持っている。疲労にだって他人に見せてない部分があるでしょ。いわば裏の自分。
そうね。でも人は表と裏を対立した概念で捉えてしまう。人は物事を区別して考えないと何も始めることができないから。そして時代に合ったどちらか一方に固執する。その二元の対立を超えた地点に到達することができたら真の平和が訪れるかもね。わからない。その場所に行ったことがないから。今のところその場所にいるのはイルカとクジラだけって言われているわね。大事なのは対立を超えることじゃない。表裏一体で受け入れられるかどうか。人がどんな二面性を持っていたとしても、その人であることには変わりないから。大丈夫。拾うならできる。そんなことない。今度ね。それじゃ。遅かったの。どこか行ってたのか。ほう、あそこに行っていたのか。大丈夫じゃったか。ニュースで事故があったと言ってたからな。でも、お化け屋敷のセットが崩壊したらしい。変なカップルが暴れたとかなんとか。
しまし。はあ、もしかして次郎三郎か。次郎三郎はお隣さんのいとこの息子の婿養子じゃったな。今次郎三郎と言わなかったか。そうか。ところで何の用じゃ次郎三郎。そうじゃそうじゃ、孫は大五郎じゃったな。もう一世紀弱生きているからな、物覚えも悪くなるわい。ところで何の用じゃ。待て、大五郎はわしのことをばあちゃんとは呼ばないぞ。ふむ、そうか。それで何の話をしていたんじゃ。そういえば大五郎は俺じゃなくてそれがしと言っていたような。ふむ、それでどうしたんじゃ。八百屋さんか。はあはあ、それでいくらじゃ。そうか、それは大変な目にあったの。そのまま死んでこい。なーに、人間は意外と丈夫にできとる。そう簡単には死なんぞ。孫より500万じゃ、金じゃ。わしを助けてくれん。じゃが金はわしを助けてくれる。そうか、反省しとるのか。じゃあ骨は海の見える綺麗な丘に埋めてやるから、死んでこい。本当に改心するんじゃな。それじゃあ、それがしは蜂蜜が大好き。好きで好きで好きすぎて、心はメルトダウン直前状態。と言え。言いたくないんじゃな。それじゃ払わん。本当の孫ならそんなバカなセリフを言うわけないじゃろ。そんなこともわからんのかこの猿。切れおった。はっ、この軟弱者が。疲労が気にする必要はないぞ。まあ良い暇つぶしになったの。今夜はぐっすり寝れそうじゃ。ヒロも早く寝るんじゃぞ。
お待たせです。もうすぐ着くからですよ。遅刻じゃないんだからそんなに急かさなくてもいいじゃないですか。え？じゃあ何ですか？じゃないんですか？どこです？ヒロウ先輩、寒中水泳したからって無我の境地にはたどり着けませんよ。なるほど。でも私、水着持ってきてませんよ。そんな急に言われても困ります。今度でいいじゃないですか。仕方ないな。でもヒロウ先輩がそこまで言うなら考えてあげてもいいですけど。いやーいやん。それじゃあ行きましょうか。水着を買いに行くんですよ。かわいい水着がないかもしれないじゃないですか。ここなら専門店ありますから、そこに行きましょう。
ですよね。はーい。着きました。ヒロウ先輩も一緒に選ぶんですよ。せっかくですから極上の水着を披露しますよ。それじゃあ私が選ぶんでどれがいいか決めてください。別に男性立ち入り禁止ってわけじゃないんですから。ほらほら行きますよ。お待たせしました。じゃーん。ヒロウ先輩の反応が普通なのでこの水着は却下です。水着は一瞬のインパクトが勝負なんですよ。これが最後ですよ。デリカシーのかけらもないですね。かわいいですよ。そうですか？そっちだと露出が少ないんでインパクトが。他でインパクトのある水着は、あ、これならいいかも。はい、ちょっと待っててください。
じゃあいきなり閉めることないじゃないですか。何ですか？ヒロー先輩がこれって言うならそうしますよ。なわけないじゃないですか。やべ。難しいんですよ。だったらどんな水着がいいんです？言ってくださいよ。なかなかマニアックなとこついてきますね。白すく白すく、あ、これだ。お待たせしました。じゃじゃじゃーん。色が変わっただけでこの反応の違い。そうですけど。新鮮さの違いですか。なんか天使になった気分です。輪っかと羽があれば完璧なんですけどね。どれにしましょうかね。最初のってこれですか？不満がってたくせに。本当ですか？じゃあこれにしますか。
が水着で登場したんですよ。もっと適したリアクションがあるじゃないですか。何がです？ガーン。それでも納得できません。やり直しを要求します。ほら踊ろう。やっぱ出会いの場面からやり直さないとダメか。そこを動かないで待って。